ンポン。ほら、お前の悪事もここまでやったから誤解だって言ったじゃないですか。なんや、なんで最近ここ来るんですか。お前の悪事を追っとくわけにはいかないからや。だから、まあまあ待て待て、二人ともなんや大声出して喧嘩はあかんで。だってこいつが、うん、二人を仲良くする方法はないのか。こんなところに人と仲良くなるためのたった一つの方法が書いてある本が。ご都合がすぎんぞ。まあええ、使えるもんは使わせてもらう。ふむふむ、なるほど。はい、これから二人には秘密の共有をしてもらいます。秘密の共有？なんでや。この人には秘密を打ち明けた、だから特別な人なんだと自分に思わせるための心理的テクニックや、これで二人の心の距離を縮めてもらう。なんでこんなやつと。そうですよ、そもそもこの人の秘密だったらすでに知ってますし。え、例えばめっちゃヨーヨーマニアとか。お前それ言わん約束やろ。ヨーヨー、なんか小さい頃見たスケバン刑事のドラマが忘れられないらしく。お前ら許さんせよ。昭和な感じが素晴らしい趣味ですね。だから違うって言ってるやろ。ああ、それ言うならあれや。お前なんか鼻からボタモチ出る気っしょい能力あるやろ。違います、鼻から鏡持ちです。そこ、なんやお前、昔性格暗くて友達全然おらんかったくせに。はあ、いました、配り歩くほどいました。君バッタの王かなんかなの。そっちこそヨーヨーの犬の散歩できなくてギャン泣きして泣きついてきたくせに。あの、なんや、君たち仲いいの。そんなわけないじゃないですか。わー、息ぴったり。仲いいのか悪いのかわからんなこいつら。あれ、スイナちゃんがおらん。スイナちゃん、どこ行った。